どうも、皆さん、こんにちは。高専、高専受験のための学習塾、YouTube チャンネル、p b c スクールと KPC の谷にでございます。今回の動画は、高専をやめた方がいい人の特徴、ということで、すべてで5つ挙げていきたいと思います。中学3年生の時に、高専の進学を決意して、そうやって高専に入った後に、あ、ちょっと高専、通ってて微妙かな、楽しくないな、っていう方、実は少なくないんですよね。 僕こそ5年間通いましたけど、すごく勉強が楽しいな、専門科目めっちゃ好きだなっていうタイプの人間ではありませんでした。で、結局、工学系ではなく、こうやって教育してるわけですよね。会社員じゃないけど、まあ、起業して全然違う分野で働いてるわけなんですよね。じゃあ、そういった人たちのどういった特徴があるのかっていうのをね、確認していきたいと思います。今現在進行系で、高先生でもうこれはね、進路変更した方がいいんじゃないのかなっていう方、えー、特徴を申し上げたいと思います。まあ、辞めれるかどうかの話なんですけど、一つの軸として考えたいことは、 これから働く仕事をするって考えたときに、60歳、70歳まで働くというふうに考えれば、50年近く取り組むようなことなわけですよね。で、その業界を決めるって意味で、高額にするか、高額じゃない別の分野かって考えたときに、50年以上取り組む可能性があることに対して、若いうちから早めに進路変更、軌道修正っていうのは急いだ方がいいですよねっていうことは軸にしたいですよね。だって、ね、若い時に1、2年ロス、ちょっと遠回りするから嫌だな、ちょっと、高額じゃない分野に行くために、 ちょっと1、2年ロスしたり、ちょっと人と比べて遠回りするのって、ちょっと抵抗があると思うんですけど、それでもやっぱりこれから50年以上取り組むかもしれない仕事に対して、真摯に向き合えば、その1、2年のロスってそんなに遠回りじゃないよねっていうふうに思っていただきたいなっていうふうには思いますね。じゃあその上で、高専やめた方がいい人の特徴を申し上げると、まず一つ目が、頑張ろうと思っても頑張れない。 これ重症ですよね。高専入試を突破するってことは、ある程度の課題解決能力とか、勉強できるかどうかっていう能力っていうのは低くないんですよね。で、そういった、まあ、少年少女、青年がね、頑張ろうと思っても頑張れないって相当なことなんですよね。次にも話しますけど、まあ、あんまり興味がないことになっちゃってるので、そう頑張ろうやらなきゃいけないことなんだけどって思ってても、頑張れないっていうことは、まあ、明らかに適性がないし、興味がないっていうことの表れなのであ、これはね、高専進路、ね、考え直した方がいいんじゃないのかなっていうふうには思います。 それでは、高専やめた方が一緒の特徴二つ目。専門に興味がなさすぎて、虚無感を感じる。これもね、深刻ですね。専門の授業を受けていて、い楽しくないな。全然頭に入ってこないな。興味がなさすぎて、もう自分のためにもなってないから、もう虚無感を感じる。で、10代、20代の時間ってすごく貴重だと思うんですよ。なんでかっていうと、まあ、生まれて0歳。そして、高専卒業するのが20歳ぐらいだと思うんですけど、これまでに経験したことって、後々の人生に活せますよね。若ければ若いほどお得なの分かりますかね。 若ければ若いほど若い頃に経験した経験っていうのは30歳40歳50歳60歳で生かすことができるわけですよねぶっちゃけ60歳70歳で世界旅行を経験しましたすごい好きな人ができましたすごい苦しい思いをして乗り切れましたって言っても追い先短いじゃないですかだから若い頃にたくさんいろんな経験をした方がやっぱりお得なわけですよ後々の人生でねでそんな貴重な10代20代で全然興味がないことをいやいややっていて虚無感を感じるってすごくもったいないことなのでこれは高専やめた方がいい人の特徴の2つ目としては押したいところですね 専門に興味がなさすぎて虚無感を感じる。貴重な10代の時間、無駄にして欲しくないですね。で、3つ目。えー、高専を辞めた方がいい人の特徴、3つ目は、他にやりたいと思うことがある。ですね。今日お話しすることは、当てはまっていれば当てはまっているほど、高専辞めた方がいい人かなっていうふうに思いますね。まあ、他にやりたいことがある。例えば、高専通っていて、理系で、まあ、エンジニア関係だから、まあ、機械だったり情報だったり土木,土木建築だったり、科学系のね、専門に関する専攻を持ってると思うんですけど、それ以外に、いやーちょっと、ね、経済学勉強したいな。いや、商学部行ってみたいな。 いやいや、もっとね、工学系じゃなくて、理学だよね。もっとなんか論理勉強したいな。まあ、この場合は、高専5年間通ってもらって編入した方がいいパターンなんですけど。あ,であと他にも、何があるかな。全然文系、土文系ですよね。もう文系に進みたいとかね。他にやりたいことがある。英語が好きで英語勉強したいなと思っている。全然工学とは違う分野でやりたいことができましたっていう人がいれば、これはね、高専やめた方がいいかもしれませんよね。まあ、高専やめて大学1年生から受験し直したり。まだ高専入りたての人は、もう1、2年遅れていいから高校に入り直すのも全然いいと思いますし。 こんな感じでね、進路変更した方がいいのかなというふうに思います。これが3つ目。他にやりたいことがある。僕の場合は、情報系の学科でしたけど、まあ、やれって言われたことは、なんとかギリギリできてましたね。あの、専門興味なかったけど、ゲーム感覚で、まあ、点数取りゲームとしてね、日々の定期試験っていうのは乗り越えれたんですけど、まあ、でも仕事にするって考えた時に、うん、そこまで好きな分野じゃないから、うーんって考えてたんですね。で、僕の場合は、ずーっと、まあ、狂ったように、あのー、めちゃくちゃ熟バイト入ってたんで、それがね、あのー、功を奏して、あああ、これね、人に教えるの面白いなとか、 ああ、なんか、伝えることって仕事にしたら面白そうだなっていうふうに思ったので、あのー、教育関係ね、自分の塾を持って起業しようかなっていうふうに思ったんですけど、ここら他にやりたいことがあるっていうふうにあの思えたってことは、まあ僕も、あの、高専卒業しちゃったんですけど、あのー、別の分野にね、変えようかなって思ったことのきっかけの一つでしたね。他にやりたいことがあると思うっていうのは、そういうきっかけの一つだと思いました。四つ目。 高専を辞めて、自分の道を進む人を見ると苦しくなる。中には、もう留年したり、何回も留年して退学したり、そもそも自主退学したり、そういった人たちっていうのはもう自分の道を進みますよね。もう好きなことをやって、フリーターで行きますとか。他に自分のしたいことがあるから、こういう専門学校に行きます。こっちの分野に行きたいから、もう大学入学ね、し直すために、もう高卒認定取って、今大学受験してます。これ自分のチャレンジをしてる人。高専っていう団体から抜け出して、自分自身の人生を生きれてる人。そういう人たちを見ると苦しくなる。羨ましいと思うっていう場合は、 後線っていうねちょっと進路を考え直した方がいいのかなっていう風に思いますね。これも4つ目としてね、押していきたいですね。うらやましくなる、苦しくなるってことは、まあ、今の自分の状況が、まあ、あれですよね、比べたときに、まあ、その人と比べて何かにとらわれてる感覚を持ってるってことなので、やっぱりね、他の人を見て、ああ、うらやましいな、自分も勇気を持ってね、なんか飛び出せればいいのになって思ってるってことだと思うので、上げさせてもらいました。でラスト、後専はやめた方がいい人の特徴、ラストは。 自分が専門分野に関する仕事に就く将来が見えないですね。僕自身は見えないカットですね。プログラムカタカタ作ってますかとか、何かシステムを保守したり、メンテナンスしてますかって言われたら、いや、想像つきませんね。したいとも思いませんし、もちろん全力で取り組んだらね、何か感じることはあると思うんですけど、少なくとも学生の時点、もしくは、まあ、起業してる時には、もう全然思いませんでしたね。 皆さんも今自分が専攻としている学科に関する仕事、その学科に関する仕事について、自分がその仕事で働いているところを想像できる,できるか、うん、割り切ってね、仕事としてできればいいんですけど、いや、ちょっとって思ったら、そう、高専やめた方がいいのかなっていう風に思いますね。で、今日紹介したこの5つの特徴なんですけど、まあ、当てはまれば当てはまるほど高専やめた方がいいのかなという風に思いますね。で、やめることっていうのはね、全然あの悪いことではなくて、 だって中学3年生の時に選んだ進路ですよ何も世の中のことを知らなくて高専のね詳しい内部情報のことも知らずにノリで決めちゃったって人もいると思うので、まあ、その都度その都度人生っていうのは軌道修正かけていくようなもんですなので途中でやめたり考え方を変えることっていうのは全然悪くないですねでむしろいろいんなことを知った上で こうした方が自分の人生にとってベターなんじゃないのかなって考えることっていうのはしっかり頭を動かされてるってことなのでのそれ、それね、背景情報を加味してそういうふうに判断できているのであれば、全然途中でやめること、軌道修正して別の進路に進むことっていうのは悪くないと思います。でもちろんやめることでリスクっていうのはあると思います。ああ、ちょっと大学受験失敗したらどうしよう、行く学校なくなるじゃんって思うけど、まあ、それはやっぱりリスクとして当然背負うべきところですよね。結局、ね、どういう道をとっても合格不合格っていう、そういうリスクとね、あのメリットっていうのはついてくるので、まあ、そこは割り切って自分の理想を手に入れるために、まあいい刺激として、 良いいいいいいスストレスとししててて、あのー、自分のものもににっったらいいかなっていう風思いますねいや,やっぱりね好きなことやってる方がねエネルギッシュだし疲れませんしいやいややらないのでああもう本当にガチってはまればもうずっと取り組んでられるで人より活躍できる選択肢が増えるいい仕事だったり自分の理想の仕事生活が手に,手に入れることができるってことなのでやっぱり最初の基盤ですよねどこの世界どこのリングで自分の身を置くかっていうのはすごい大切なので、まあ、しっかりとねあの高専っていう進路今悩んでる人がいればあのいろんな大人の人の意見もあると思うけど、まあ、それに流されすぎず あまり参考にしなさすぎず、程よい距離感で自分の意見と周りの意見っていうのを噛み合わせていただければなというふうに思いますね。ということで、あの、僕自身にもね、ちょっと相談したいっていう人も結構最近いたので、あの、毎月一人か二人レベルでいらっしゃるんですよ。高専通ってて楽しくないです。なんかこういう進路、こういう進路を考えてます。谷兄さんどう思いますかみたいな。 で、その人に、あの、まあ、大体忙しくない時は対応してるんですけど、まあ、そういうことがあれば連絡してきてください。僕でよければ相談乗ります。ということで、今回は、高専をやめた方がいい人の特徴ということで、5つさせていただきました。ということで、今回の動画を終わっていきたいと思います。あなたの選択肢に、高専を。 高専塾高専チャンネル年間の優勝サービス一覧そろそろ高専入試シーズンがスタートしますので紹介していきたいと思いますまず最初は7月から1カ月ごとに開催予定の高専入試のリハーサル模試高専合格にググッと近づけます7月半ばから9月まで開催予定高専入試対策の夏記講習ぜひとも通われている塾とセットでご利用ください8月から高専入試まで開催高専入試対策長期映像講座かなり強力な高専合格のためのコンテンツです年末年始ごろ開催予定高線入試対策長期映像講座こちらもかなりボリューミーで合格へのラストスパートを担保して 12月頃開催予定、高専推薦入試対策講座、個別対応になりますので、推薦入試対策にはもってこいです。秋頃発売、高専一般入試対策、問題集、高専入試の傾向にのっとった問題集です。高専合格者限定の予習講座も2月頃販売予定です。在校生向けにも数学の予習復習講座、数学の教科書の PDF データ、こちらは1年中通して販売しております。ぜひともお見逃しなく、チャンネルの動画の更新をお見逃しなく。PDCA Watch until the end, please subscribe to our channel.